おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。水曜日と土曜日は、今は JavaScript ですね。それを使って 3D 空間を書くっていうのをやってます。で、いろんな、パッケージとかって、パッケージっていう言い方をするんですかね。A-Frame っていう機能を使って 3D 空間を JavaScript で書こうと思うんですけど、書いていく上で自分のウェブサイトがまず欲しいなっていうことで、前回それを作りました。で、自分のホームページ作るということで、参考にさせてもらったのが福野さんのこの2875のこれですよね。これの手順に従って作っていって、 GitHub のこのウェブページ、私のここなんですけど、ここの中のにこの HTML、 これを開いて、これをブラウズファイルじゃないですね。これを開いて、これを編集、これを押すと、自分のプログラム、ホームページの中身を、この辺りを書き換えれますよっていうふうなところをやりました。で、そのページを見るには、このセッティングっていう中のページに行ってもらって、この URL を開くと、その今開いたの、こっち側ですね、このページが見れるというふうになります。これで自分で書いた JavaScript のプログラムなんかもここの中に埋め込めば、自分のこの URL ですね。この自分のユニークな URL、tmdoi.github.io ウェブサイトっていうところに見に来てねって言えば見てもらえるような形になるので、まずこれを作りました。で、今日はそれの先で 3D のページをやりたいんですよね。で、3D にやる時の参考にしたページをちょっと見ていただきましょう。はい。3D で参考にしたページは、ここにもある一つ前の3076っていうのの A フレームの初めの一歩。ここにあってですね、これのずっと下にサンプルのページがあります。これですね、A フレームサンプルズ。これクリックしてもらうと、こんな風にあって、順番にどんな HTML でどんな風になっていくかみたいなことが書いてあるので、これを見ていきたいと思います。まずタワー、こんな風なものを書いておくと、空間で、どんな風に見えるかっていうやつですね。で、これを見るのに、自分のホームページに書くっていうのはちょっと明日させてもらって、まだ勉強してないので、私も 明日っていうか次回の土曜日ですね。で、まずとりあえずどんな風に書けばどんな風に出るかっていうのは、このウェブプログラミング道場、ここを使うと非常に簡単にどんな風なコードかっていうのが見れるので、これをですね、一旦このボタンを押すとコピーできるので、コピーしてきて、このウェブプログラミング道場に貼り付けて、見てみるとしてください。するとこんな風になってですね、これマウスのドラッグしながらこんな風に角度が変えれて、このコードでこういうものが書かれてますよっていうのが確認できます。で、ここに実際70メーターって出ている棒だとか、これ太陽の塔を真似てあるんですけど、太陽の塔の形と、それがここに書かれていて、で、いきなりこれ書くのも大変なので、ちょっとこう見てですね、ベースポジションからホワイト、これをちょっとレッドにしてみましょうか。レッドで見てみる。おってやると、ここが赤になりましたよね。ってことは、この行がこの形を作っているということになります。で、これ英語で書いてあるのであれなんですけど、これポジションは場所ですよね。で、0の35の0ってなっているので、ここをちょっと10とかにして見てみると、やるとなんかバラバラになっちゃってきましたね。
これこっちへずれたと。だこっちに10ずれたんですよね。これ今0がど真ん中になってるんでしょうね。これを0にして見てみると元の位置に戻ってくると。だここの今ど真ん中だと思っているところがちょうど0で、こっち側にプラスで10、こっち側にマイナスで動くっていうふうな形になります。じゃあこれが Z ですかね。同じように見てみるってすると、これ手前にやってきたのかな。今10、これが0、なんか手前に近づいてるような気もしますね。向こうに行ったのかな。ここを変えてみましょうか。ここを50にしてみましょうか。お、飛び上がりました。なんか面白い別の形になっちゃったような感じですよね。だからここが x のプラス方向で、2つ目が y で、こっち側ですね、こっち側のプラス方向で、ここの3つ目は近づいてくるっていうことですよね。だからここを35に戻してあげて、どんどん手前に近づいてくる。ここもだから35にしてすると見えなくなるかな。おお、かなり真ん前に来た感じですね。っていうふうになるので、これでまあ XY の座標の位置が分かると。必ず場所っていうのがほぼほぼいろんな命令にあるんじゃないですかね。これがコーンだから錐を作ってるんでしょうね。で、あとシリンダーっていうのがあって、あとボックスっていうのもありますよね。ボックスのグレイっていうのは、これ実はこの地面のことなんじゃないかなと思ってます。で、ポジションは00のちょっと下、マイナス 0.5 で、幅が80で、高さが1で、で奥行きが100の四角が書いてあって、色が赤ですよ、あ、グレーですよって、灰色ですよって。だこの色のところ、これホワイトにすると地面が白になって、で幅をこれを30ぐらいにするともっと小さくなるんですかね。はい、白くなって幅が狭い地形になりましたよというふうになります。まあこういう規則で書かれていて、ラディアス、底のラディアスが半径、これも英語そのままなんですけど、半径今15でちょっと太くなりましたか。もう極端に大きくした方がこういうのって分かりやすくていいんですよね。はい、かなりぶっとくなっちゃって、何が何か分からなくなってますけど、こんな形で半径を直してあげると、はい、これでも少し大きいのかな。もともと10でしたか5でしたか、最初の値が分からなくなってしまいましたが、うん、これぐらいですかね。これぐらいになってます。で、上の半径がこれを30なんかにすると上の方がでっかくなるんじゃないかね。こんな風な、なんかろうそくみたいになっちゃいました。っていう風にして、各パラメーターも動かしながら書いていくと、どのパラメーターがどんな意味を持っているかっていうのが分かるかと思います。で、これを組み合わせて自分の好きな形を作るっていうことになります。はい。今日はこれぐらいで、まあ、A フレームのサイトに行って、どうやればどう変わるかとかが載ってると思うんですけど、まあ、福野さんのページにある太陽の塔のパラメータを変えてですね、どんな規則で形ができているかというのを見ました。まあ、これが分かれば、今日やったやつだけでも、ボックスとコーンですね、三角錐、円錐ですね、円錐と、
で、シリンダーは見てこなかったんですが、同じ要領で皆さん自身見ていただければいいんじゃないかなと思います。ポジションとローテーションっていう回転みたいなのもありますね。今日はちょっとそこを見てませんが、明日というか続いてですね、次回そのあたりのパラメータも見ていきたいと思います。はい、今日は JavaScript の A フレームの形の定義のパラメータ変えてどんな風になってるかっていう規則を調べてみました。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは JavaScript やマイクロビット、いちごジャムなどなど私のやりたいことをやらせていただいてます。もしよかったらですね、毎朝6時に公開しているので見ていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。